株式会社イブリーは、プロ野球独立リーグの四国アイランドリーグプラスを運営する企業である。イブリーは、インディペンデントベースボールリーグオブジャパンの略。この言葉を日本語に直すと、日本独立野球リーグとなるが、江本武のらが発足を起としていた日本、独立リーグとは関係がない。リーグ発足の2005年までは、すべてのチーム、首脳陣、選手がイブリーの下にあり、 イブリーが選手の配分等を決めていたが、2006年シーズンからは各チームを独立した法人球団株式会社。例、香川オリーブガイナーズ球団株式会社とし独立再賛成を取るようになった。2004年に元プロ野球選手の石毛宏則によって設立された。リーグ発足後、経営難の際に支援を行った出資者側に運営の主導権が移り、 2007年3月に石毛は社長を退任してコミッショナーに就任、出資者の一人である鍵山誠が社長となった。さらに、同年12月末のコミッショナー契約満了をもって石毛はコミッショナーを退任し、自らが創設したリーグ全体の運営からは完全に離れた。ただし石毛は現在も株主で2008年1月からは、 リーグ内の愛媛マンダリンパイレーツのシニアチームアドバイザーに就任している。2018年3月27日、アイランドリーグ4球団と同盟のチームを発足させて、2018年の徳島を皮切りに順次参入することを発表した。ありがとうございます。